この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、ちょっとこちらを見てください。斉藤直樹先生公務って罵倒してほしい。斉藤直樹先生は人を罵倒なんてしない。でもしたとしたら、なんだろう。このスーパーチャット、本当に気持ち悪いです。難しいね。今度やってもらえないかな、動画のネタとして1個ね。はい、動画のネタとしてやってくれないかなっていうマリン船長からのリクエストがありまして、確かにね、斉藤直樹がもしも煽りとか罵りとかしか言わなくなっちゃったらどうなっちゃうんだろうってね、自分でもちょっとだけ怖いもの見たさというか興味が湧いてしまいましたので、今回はですね、緊急特別企画、斉藤直樹がもしブラック斉藤直樹になって添削をしたらどうなっちゃうのかっていうことで、今回実はツイッターでですね、ブラック斉藤直樹に言われたい、あるいは言わせたい罵り言葉を募集しまして、そしたらですね、リスナーさんからめちゃくちゃ応募があったんですね。これ実は以前から割と頻繁にリクエストがありまして、ちょっと口汚く罵ってもらえますかとか、もっと煽ってくださいとか、いや、なんで皆さんそんなに罵られたいんですか。 M なんですかっていうかですね、見てください、ホロライブの白神ふぶきちゃんまで煽り文句を応募してくださいまして、いや、ふぶきちゃん何やってるんですか、ありがとうございます。いや、ですが皆さん、今日は注意ですよ。今皆さん笑ってますけどね、この瞬間から僕しばらくの間ブラック斉藤直樹になって、目につくものすべてを罵倒しながら添削をしていきます。まあね、普段ニコニコしている人から出てくる罵倒の言葉ほど凍りつくものはないですから、この動画を見た後でもし皆さんが泣き言を言うようなことになっても、僕はね、責任取れませんからね、その覚悟を決めてからこの動画を見てくださいね。それではね、ちょっと失礼してブラック斉藤直樹モードになりますからね。はぁ、皆さんお待たせしました、ブラック斉藤直樹モード発動完了しました。え、全然変わってないじゃないかって、それ完全に間違ってます。いや、っていうかですね、この世に完全に間違っていないものなんて一つもないんです。僕がこれからそれを証明してあげましょう。まあ、これちょっとね、ある程度のレベルに達した人にしか、いまいちピンとは来ないとは思うんですけどね。いやー、皆さんにわかるかな？まあいいでしょう。この動画を見ていただければ、リスナーの皆さんが持っている残念な勘違いを払拭して、すごく気づきづらくてついつい見落としがちな真実に気づいていただけるはずです。最後まで見ていただかないと、ぶっ殺しますよ。それでは早速、添削を始めていきましょう。最初に添削するのはこちらです。最初の添削。はい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 。石ですね。見まごうことなき石なんですけど、この石ね、完全に間違ってます。いや、まあね、僕この石とってもいいなって思うんです。このね、カクカクっとしたフォルムとか、あとはね、ところどころ申し訳なさそうに開いた穴とかね、確かにね、味があっていいと思うんですけど、いいですか、よく聞いてください、この石、ブブー、もうね、全然ダメです。いや、でも安心してくださいね、こういう見方をすればもっとこの石良くなると思うんですよ。はい、もうね、この石について言えることは一言、もうね、シルエットがつまんない。つまんない、つまんない。いや、だってまあただの石っていうのはわかりますけど、ちょっとね、石としての意識低すぎっていうか、せっかくね、この世に生まれ落ちてきたわけですから、もっとね、石として高みを目指すべきじゃないでしょうか。っていうことでね、石じゃなく岩にしてみました。やっぱりね、このぐらいの大きさがないと存在としての迫力が出てきませんからね。あとはね、色かな。色がちょっとつまんない。なんかこうくすんだピンクっていうか、歯茎色っていうかね、ちょっとこう臭そうな色なんで、この色をね、どうにかしていきます。こうします。はい、こんな風に色同士をぶつけ合ってカラフルな感じにしてみましたね。ほら、見比べると全然違うでしょ。ほら、あー、こんなこといちいち言わなきゃいけないのかな。
いや正直ね、これって実は小学生でもできちゃうことなんですよ。いやまあでもしょうがないですよね。僕レベルになるとこういうことはまあ当たり前なんですが、皆さん言われないとこういうことにも気づけないと思うので、今日は特別です。皆さん頑張ってついてきてくださいね。でもうこれだけでも十分なんですが、最後仕上げにこうしちゃいます。はい、やっぱりねシルエットにパンチが足りないなっていうふうに思いましたので、思い切ってうんこにしちゃいました。断言します、もうねこのぐらいやらないと SNS ではバズることはできません。どうしてもバズりたい、そんな人はですね、とにもかくにもシルエットをうんこにすることを忘れないでくださいね。さあ最初から見ていきましょう。今回の添削では、ただの石ころだったチンケな存在をまずは岩に昇格させ、歯茎色だったダサい色味を一点カラフルに変更しました。そして最後に、はい、うんこですね。うんこにすることによって圧倒的な存在感をプラスして、より華やかな作品に仕上げてみました。え、そんなの思いつくわけなくないって思いましたよね。はい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 、まあなたレベルだったらそうでしょうね。わかります。でもその程度で僕に勝てると思ってるんですか？それ完全に間違ってます。ぶっ殺しますよ。ということで次の添削に移ってみましょう。次に添削するのはこちらです。2番目の添削、はい、次はこれ、まあ、どこかで見たことのあるおじさんの顔ですね。こちらを添削していきます。そうですね、まあ悪くはないんですけど、表情にもインパクトがありますしね。何よりもここ見てください。眉間の部分にほら虹がかかっているでしょう。ここにね虹をかけるっていう発想はそもそも僕にはないので、いやーこれは一本取られたなっていう感じなんですけど、これはですね、まあ、根本的に間違ってます。あーもう全然違う違う違う。いやあのね、確かにこういった細部にこだわるのは大事ですよ。大事なんですけど、このおじさんを魅力的に見せるにはその前に意識しなきゃいけないことがたくさんあるんですよ。まずはですね、とりあえずこうしちゃいます。ちょっとね画面にこじんまり収まりすぎてしまっていましたので、こんな風にダイナミックに所狭しとおじさんの顔を配置することによって、ほら見てください、画面にすごくインパクトが生まれるでしょ。こうやってインパクトを生み出すことによって、遠くから見た時の見栄え、そう僕がいつも言っているサムネ力を高めることができちゃうんです。え、サムネ力が何かわからない？あのねぶっ殺しますよ。わからない人は後でこの動画を見てくださいね。僕が猿にでもわかりやすいように優しく解説した動画です。それとね、これやっちゃうか。正直言ってこの写真は素人仕事、このままだといまいち画面から動きが感じられないんです。この作品に対して動きを追加するにはこうしちゃいます。顔を逆三角にしてみました。こうすることによって、ほら見てください、グラグラと不安定な感じのシルエットになりましたよね。動きのない画面に対してはこうやってモチーフを逆三角形にすることによって、動きだったり躍動感を追加することができちゃうんです。あ、逆にどっしり感をプラスしたい時にはこうですね。はい、三角構図ですね。絵にどっしり感や、あとはちょっとこう、これはまあ少しセンシティブな言い方になっちゃうんですが、肉感をプラスしてちょっとエッチな見え方にする場合にもこういった三角構図おすすめです。そう言われるとほらちょっとねエッチな感じに見えてくるでしょう。まああとはさっきも紹介したようにシルエットをうんこにしてみるのも三角構図のどっしり感を活かせるので、この場合にも有効ですね。はい、ということで二つ目の添削はこんな感じ。やっぱりですね、構図をしっかり考えて遠くから見た時の見栄え、サムネ力を意識することは絵師として基本中の基本ですから、今言ったこと全く予想がつかなかったよっていう人はですね、そのような力では完全体になるまでもなくあなたに勝てます。はい、じゃあ最後の添削いってみますね。3番目の添削、最後の添削はこれです。あーはい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 、あこれはねもう全然ダメです。ダメ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 、もう全然ダメだ。いやもうねほら分かりません、この朝顔はねいいですよ、朝顔好きですよ。小学生の時にね夏休み家に持ち帰って大事に大事に育てた朝顔ですが、この写真作品として見るとですね、もうこれ作品としての良さ完全に消えちゃってるでしょ。なぜかというとほら皆さんもう理由分かっちゃいましたよね。え、
まさか、わかんないんですか？ぶっ殺しますよ。ソミツですよ。ソミツ！画面に対してリズムを生み出して、見ている人に、わー楽しい。すごく素敵。結婚しましょう。そんな風に思われるようにググッと気持ちを引きつけるには何よりも素密モチーフがまばらな部分とギュッと密な部分を作ること、この素密こそ大事なんです。さあやってみましょう。ほら見比べてみてください。はいはいね、全然違うでしょ。ギュッと密な部分とまばらな部分、こんな風に画面内にギャップを生み出すことによって画面にリズムを生み出して、より見ている人の気持ちをグッと強く引き寄せることができちゃうんです。まあせいぜい覚えておいてくださいね。でね、これだけだとちょっと足りないんですよ。何が足りないのかわかりますか？まあわかんないですよね。これはですね、ちょっときつい言い方になってしまうかもしれませんが、残念です。これ式のことがわからないあなたはその程度ってことなんです。もっとこの作品を華やかに、見た瞬間パッと明るい気持ちにさせるやり方があります。それはいいですか？よく見ててください。こうしちゃいます。はい、朝顔の部分ですね。早朝に撮れたてのおじさんの笑顔に差し替えてみました。ほら、見比べてみてください。ほら、ほら、ほら。もう全然違うでしょ？こうすることによって、ただの朝顔だった写真を何倍も爽やかな印象にすることができ、そして何よりも何倍もインパクトがある画面にすることができたと思います。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それでは最後にね、あのコーナー気まぐれじゃんけんをやって締めくくっていきたいと思います。皆さん準備はいいですか？いきますよ。気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。はい、僕の勝ちですね。負けた人は正直完全に間違っていると思います。え、何が間違っているのか？それはですね、概要欄に答えが書いてありますので、よーく観察してご自分の観察力のなさを反省してくださいね。じゃあな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。